皆様こんにちは。今日の一歩先を編む先編みです。アラン模様のカーディガンの3回目になります。で今回は脇まで編んだ身頃をこのように減らし目していきたいと思います。はい、そしたらこちらの襟の方の背中心の編み終わりの位置と中心にマーカーを打ちました。そしたらそのまままっすぐ下がってここまでこちら中心と脇のこの袖ぐりの底ですね、そことずっとつないでこのように持ってきます。はい、そしたらこちらのように脇丈まで今4枚編んできました。このような感じになります。そうしたらこの今編んできたこの編み地を使ってこちらのラグランのラインを作っていこうと思います。そしたらまず何段編めばいいかということを出していきます。この脇の位置のこの位置からこの位置まで高さが小いのでこの位置から22センチ編みたいと思います。そしたらこちらの今編んできた身ごろで22センチが何段になるかを出します。でちょうどこの模様がこのハニカムのところが4段になるのでこちらで考えていったら分かりやすいと思います。22センチここが今模様が柄がちょうど境目なのでここで測ろうと思います。12センチでこの22がここでここが0になります。そしたらここからこの4段の一模様を 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,15 になりました。15模様ないしはまあ16模様ぐらいになるかもしれないんですけど、だいたい15模様編んだらここまでいくということになります。はい、そしてカーディガンなのでこの袖付けラインが少し下がった方がいいのでもう一模様分下げて16模様にしようと思います。で16模様なのでこの一模様が4段なので64段編むことになります。はい、まずこれであと何段編めばいいかが出ました。はい、そしたらこちらが編み終わりなのでこのラインの長さを見ていきます。こちらがだいたい12センチになります。12センチというとだいたい何目かっていう話になりますが、端からハニカムに入るこの前の目までだいたいこれで12センチになります。ということはここが今これで今28目になります。28目で12センチということで考えていこうと思います。でこちらラグラン袖にしますのでこちらの
3分の1のあたりですね。このあたり。12の3分の1なので4センチ、ないし5センチのあたりをこちらの脇からだいたいこのように漢字を見ます。で、傾斜の方がこちらの袖ぐりの方を少し強くへしていきます。そしてこちらをほぼまっすぐにへしていきたいと思います。で、漢字としたらここでいいようなのでこの辺りにするとだいたいここからが7センチになります。そしたらこちらの最終のところが7センチにしたいのでそれで考えていきます。はい、そうしましたらこちらの襟ぐりの方が12センチで28目というのが出ました。で、だいたいこの袖ぐりから流れのいいあたりですね、このラインがだいたいいい感じのところをいくとこちらが7センチと5センチになりました。で、一応28目の振り分けをこちらが16目ですね。今から身ごろで編んでいって残す目数が16目で、襟ぐりの方の残す後ろ側が12目というふうに振り分けをしました。そうしたらこちらの身ごろを編んできた目数が62目で編んできました。はい、そして62目からこちらの残す16目を引くと46目になります。そしてその46目をこれから編む64段に振り分けてこちらの原目を考えていきます。そしてこの袖ぐりがあるところは少しカーブをこのように出したいのでこちらの3分の1あたりまでは減らし目を多く取ります。そしてこちらは少なく取っていきます。はい、そして今ざっと計算したらこのハニカム模様の4段を6模様毎段減していったら24目減っていきます。4×6=24で24目減っていきます。で、そして残った22目を2段に1回減していくと残りの44段がちょうどクリアできて残りが16目になります。はい、このようにして計算してこれから編んでいきます。はい、そしたらこのハニカム模様の6模様分ですね、4×6=24分は毎段袖ぐり側で減らし目をしていきます。中心のとこはまっすぐ編んでいきます。で、16段減したら次は表側だけで減らし目をして裏は減らさず2段に1回減らし目をしてずっといくとちょうどいい16目残ることになります。はい、そのようにしてこれから編むラインが決まりました。はい、そして前側なんですけれども、前側もこちらの袖ぐりの方は後ろと同じようにへしていきます。そして前中心ですが、前中心の方は V ネックにしようと思うのでこの部分をカットするような感じになります。で、こちらが今
脇のところのこの平行なラインなんですけど、この襟よりは少し下げたいので、こちらのハニカム1234この辺りから減らし目をしていこうと思います。で、最後は5目だけ残します。ということはこちらの目がいらなくなりますので、この目を減していくことになります。そしてこちらの数が割り切れない場合は、最初の何段かは2段に1回、4段に1回で減していくようにして調整したらいいです。こちらの目数等もそれぞれみんな違うので、この希望の高さと減らしたい目を こちらの段数で割って減していくという方法になります。はい、それでは減らし目をやっていこうと思います。最初の24段は行きと帰り両方減らし目をしていきます。こちらは右後ろ身ごろなので、こちらのピンクのマーカーの編み始めのところで減らし目をしていきます。で、今回のこのデザインなんですけど、端にこちらのような模様があるので、この模様は最後まで生かしていきたいと思っていますので、減らし目をする位置がこのマーカーの内側になります。この同じ模様を編まれる場合はそのあたり気をつけて減らし目をしてください。で、普通のラグランでこちらの模様が何も気にならない場合は、この端から2目目あたりで2目目、それかもう1目入って3目目あたりでやっていくと、ここの2目目の目が立って綺麗につながっていきます。今回はこちらの5目かわしたところからやっていきます。そしたらこれまで通り、まずこちらの最初の5目はこれまで編んできたのと同じように編みます。模様編みを入れていきます。はい、そしたら次で減らし目します。こちら裏目なので裏裏で減していこうと思います。裏の2目1度で減しました。はい、そして模様を編んでいきます。減らし目に入ってから1段目で1目減らしました。そちらの戻りになります。戻りも減していきます。2目1度します。今これで2段ほど編んで2目、ここでこのマーカーの内側で目が減っています。で、こちらは今からずっと減していくので、だんだんこの模様がずっとなくなっていきます。で、こちらを減すときには表の流れをちょっと意識しながら減していったら自然に消えていくと思います。この感じで24段ですね、四六24段24目減します。で、今2目減したのであと22目減します。はい、そしたらここまで減ることになりますので、ググッと減ってきます。マーカーがいる方はマーカーつけられたらいいですし、なくてもまあこの
次のピンクから2つのところまでなくなります。そしてこちらの5目は残っています。はい、このような感じで24段減したら、その次からは今度は表目の方だけ1目減して、裏は減さずにそのままいきます。そして残りの段数を編んで、最後が両サイド5目5目合わせて、この中心が6目残る16目まで、ここからここまで減していきますので、そのような形でずっと編み進んでいきます。はい、後ろ身ごろの方をこのように、こちら背中心で、こちらが襟で、このように編んできました。こちらは脇で、原面のところは3分の1までは毎段この5目内側で減していっています。で、あとの3分の2は5目内側で2段に1回表目の方だけで減らし目をしました。そしたらこのようなカーブがついて身ごろができてきました。でこれで左右編み終わりました。で、あとでこの背中心は剥いでいきます。はい、そしてこちらが前身ごろなんですけれども、前身ごろも袖の方は後ろと同じようにこのようにカーブをして減らし目をしました。そして前中心側はこの脇のずっと流れのところから 4つ16段上がったところから減らし目を始めました。そして目数を確認して2段に1つ表側で減らし目をしてきました。そして最後の方の目なんですけれども、こちらの袖ぐり側のラインの5目を残したかったので、この両サイドの5目5目のとこまで減らし目をした段階で、ここから袖ぐり側を残して1目襟ぐり側の目を取っては1段編んで、また取って段1つずつ消していきました。このような感じになっています。そしてこちらの方が5目残しておいて、あとで袖ぐりをつけて、こちらは襟ぐりの時に目を開っていこうと思います。で、それで左右このようにして作っていきました。はい、そしたら身ごろの方はこれで休ませておきます。次に袖を作っていきたいと思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。今日の一歩先を編む、先編みでした。またお会いしましょう。